はい、こんにちは、ある記事Qです。今日ね、ご紹介されてもこちらダイナソーアイランド第2版ですね。キックスターター版の方ですね、英語版の方でプレイされたってことね、しばらく前にたくさん見ましたが、こちらは第2版になって中が少しリニューアルされた日本語版なんですね。このね、箱絵にありますとですね、非常にですね、ジュラシックパークを思い出すような、ね、雰囲気のゲームになってまして、恐竜のね、テーマパーク作るんですね。そこのところにお客さんを呼び込むことによって勝利点がもらえるのだが、まあ、うまくやらないとですね、お客さんが食べられてしまう、まあ、そういう形になっておりました。まあ非常に面白いゲームなんでね、早速ね、中ね、開けていきたいというふうに思います。はい、こちらですね、ダイナソーアイランドを出してみました。最近ね、テーブルがね、すごく広くいるゲームってね、まあよくありますけども、これもね、すごいんですね。この屋外に出ているやつがですね、自分たちのね、パークを作りましょうっていう共通のコンポーネントなんですね。で、こっちね、手前側に出ているやつは、これが個人用なんですね。自分用の研究のラボと、実際作ってるこのパークをですね、恐竜パークですね、ありますと。で、ここの恐竜パークのところに、新しい、こういう恐竜がね、入っていく檻を作って、そこのところに恐竜をどん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 入れていって、そして周りのところにアトラクション施設やなんかをこうどん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 作っていくと、まあ、こういうことをすることによって集客してですね、まあ、お金とかですね、勝利点を入れていきましょう、まあ、これがこのゲームの大きい目的なんですね。まあ、あとですね、まあ、細かいルールね、たくさんあるゲームなんで、詳細の方はですね、必ずルールブックの方をご参照いただきたいわけですが、面白いのはですね、このゲーム最終的な目的はどこにあるかというと、ここなんですね。こっちにですね、すごい大量の目的ですね、あなたの興奮レベルがレベル10に達しているとかですね、あなたの恐竜パークボードにですね、恐竜が6体いるとかですね、まあ、こういう条件が書いてますね。なんちゃらかんちゃらのところっていうのを短時間用と通常用っていう2種類とかあるんですけども、これが一定枚数出てるんですね。で、これはゲーム開始時にもう分かっているので、でラウンドのプレイした時にどっか達成できると、じゃあこれ僕できました、僕できました、僕できましたってやっていって、一定枚数なくなるとゲーム終わりなんですね。でここのところ得点とかがついてるので、なるべくこの目標カードの中身を見ながらそこに合うようにプレイをしつつ、もちろんここに作ったねテーマパークやなんかによっても点数とかももらえるので、点数がくっついてるやつがあるので、そうしたやつも同時に点数として目指しましょうと、まあ、そういう構造になってますね。なので毎ゲームこれすごい枚数があるので、ここのゲームにあるやつの目的に毎回決まった内容に応じてどういうプレイングするかっていうのを考えて進めていくと、これ一つ大事な要素なんですね。で、ゲームの流れ申しますと、ここも非常にユニークになっていまして、ちょっと場所変えて見やすいように手前の方持ってきましたけども、ここがねフェーズ1っていうですね、遺伝子を操作して恐竜を作るので、まあ、その遺伝子のねこのパターンですね、どういう遺伝子パターンがあればどの恐竜が蘇生できますかっていう、このパターン売ってるんですね。ここに必要な遺伝子が書いてあるわけですよね。で、奥にあるのはこれはまさに遺伝子なんですね、まあ、これをまず買いましょうっていうのがまず毎回のフェーズ1であって、こっち次フェーズ2になるんですね。フェーズ2になると新しいですね、スタッフとかですね、テーマパークとかですね、設備とかっていうのを買いたいわけなんですね。なんでここのところに実はマイラウンドですね、新しい特殊能力持ってるスタッフとかテーマパークのタイルとか、あるいは新しい設備ですね、いろんな遺伝子やなんか操縦するような設備っていうのがこれ売りに出るんですね。ここはフェーズ2でここを買いますと。それが終わると今度こっちのフェーズ3の方になって、ここの左のゲージがこれ遺伝子量を表すんですね。こういうね、だん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 こう持ってれば遺伝子の総量がここに表されてて、この黒がアッパーなんですね。だから持てる量が最初小さいので、これを向こうの方に上げてやらないとあんま持てないわけですけども、ここの遺伝子を使って DNA 生成とか恐竜の研究とか工作台とかベンチャーキャピタルとかあるわけですけども、これ若プレなんですね。この数もだん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 プレに従って増えてきますけども、ここに各自勝手にこう置いてくれと、でこれに従って恐竜が作れましたよなんていうのをやってくださいと、まあ、こういうことをやるわけですね。これがフェーズ3ですね。そいつが終わると、ここのフェーズ4のところに実はこの恐竜を作った量やなんかに応じて向こうのゲージありますけども、興奮レベルとかがあるんですね。で興奮レベルが上がっているといかにここが興奮できるアトラクションかっていうことが決まっていて、それに従ってこの袋の中からお客さん引くわけですね。お客さんを引いて興奮レベルに従ってね、引いて、このピンクのやつはね、お金も全然持ってないし、もう中で暴れ回るだけのあんまりいいお客じゃないんですけど、黄色がねお金払ってくれるいい曲なんですけども、これを一定数引いて、こうした設備のところに割り当てる、もちろん恐竜がいないと来てくれませんけどね、こういったところに割り当てると収入が入って勝利ポイントが入ると、これを繰り返していくんですね。で、この条件の中で最初言いましたこの目標カードのところを達成することができたら、じゃあ私これ達成しましたっていうのを次々やる、ゲームの途中に応じてもですね、その勝利点をもらっていくと、こういう仕掛けになってるんですね。じゃあこのね、一見するとね、もう4つぐらいのゲームがね一気に1個になってるっていうこのダイナソーアイランドなんですけども、どの辺が面白いかというと、実はこの、ね、流れそのものが面白い不思議なゲームなんですね。
ここのところに私 1,2,3 っていう駒を持っているわけですが、この第一フェーズの遺伝子取るときにはこれを使うんですね。面白いのが、恐竜は 1,2,3 ってここに書いているので、この肉食恐竜のやつを取りたいと思ったらここに3を置かないと取れないんですね。3を置けばこれを取れて、要はこれは興奮度もすごく上がるし勝利点も大きいんですね。これを作れればその代わり遺伝子いっぱいいりますよっていう、これも取るんですが、遺伝子を取ろうと思ったら、例えばこれ3って書いてるんですが、こっちに3を入れるとこの遺伝子をかけ3倍もらえるんですね。例えばこれ2個持ってるやつのとこ置けば6個もらえるんですね。だって遺伝子をたくさん欲しい、でも恐竜も欲しいっていう、この3つをみんなが交互に置いていくもんですから、当然置いて取ったらね、もうそのラウンドないわけなんですよ。当然他のプレイヤーも置いたりするので、そしたら埋まってくるわけですね。この取り合いとこの遺伝子の数の調整具合って、実はね、このたった3つのところを順番に置いていくだけなんですけども、非常によくできてます。恐竜のところは手元に置いて増やさないと、新しい恐竜を呼び込んでいかないと全然大きくなっていかないんですよね。どんどん大きくしたいので、こちらのところをなんとか拡充したいっていうのは、ここにね順番に置いていくだけなんですね。で、遺伝子のところもですね、もう どれが欲しいんだっていう、この中の遺伝子って実はですね、ノーマル遺伝子という上級遺伝子があるんですけども、上級遺伝子でもレアで必ずいるんですね、一定数は。でもここなかなか出てこないので、いやこれは2個は欲しいわってね、こう2個のとこ置きますよみたいなことをする。ただし、さっきやったこのアッパーね、アッパーを外さないとそれぞれもらえないわけですよ。だからね、このアッパーをどうしても外したいってなると、実はここのところの上限をのけるというのがあって、じゃあ2のけたら、じゃあこれ2を解除するよ、こんな感じになる。ここが非常に難しくなっていて、このたった3個のところを全員が寄ってたかって、私はこの恐竜が欲しい、この遺伝子が欲しい、この遺伝子のアッパーを上げたい、もちろんパスしたらね、このワーカーちょっと増えたら一緒にしますけども、ここのところがまず面白いんですね。これね、非常にどういう計画で自分の恐竜を作りたいかっていうのを考えるってところですね。で、次こっちですよね。ここは実は非常に簡単になってて、二巡するだけなんですよ。二巡して上からですね、2ドル、3ドル、4ドル、5ドルって書いているので、もう全然どこでもいいんですよ。やりたいとこやればいいですね。じゃあ4ドル払いますって言ってこれもらって、新しいこのワーカープレイスのここね、置く場所ね、ここにバン置けばいいんですよ。私置きましたよ。で、次の人もまた、じゃあこれもやっぱ5ドルなんで5ドルで買いますよって、実は本来ここに置くんですけどね、3人までしか置けないですけど、これ全部めちゃくちゃ強いんですね。ワーカーが増えたりして、あと特殊能力があったりしてっていうね、これね、とにかくめちゃくちゃ強いです。毎ラウンド勝手に上級の DNA が増えたりとか、なんか常に安くなったりとか、ワーカー多くなったりっていう、これめちゃくちゃ強いんですが、ここアトラクションを増やしていかないと、お客さん呼び込む場所が足らなくなったりするんですね。しかもこれ自身勝利点があるので、アトラクションも欲しい、上級の自分のところの新しい専門職っていう人も雇いたい、当然ここの設備も欲しい、設備はこっちの方で、恐竜研究するところもまあ最初しょっぱいんですけども、改良できたりするんで、これもやりたい。これを二巡するだけなんですね。単純に二巡する、一人一回ずつぐるぐるってやる、ゴンゴン歯抜けになっていきます。これも難しい。しかもさっき言いました専門職、テーマパーク、設備、ここに既存の改善以外に、ここに遺伝子書いてますよね。3ドル払えば基本遺伝子が何でも3つ、5ドル払えば上級遺伝子が何でも2つみたいな、遺伝子も買えるんですね。金なんですよね。で、ここまでやるだけやったら、もうあとはここはもう自分で勝手にやってくれと。恐竜を2体復元して展示レベル1個上げる。展示レベルは1個上げるって何かっていうと、最初ここには恐竜1体しか置けないんですけども、恐竜が2体まで置けるようにじゃあパワーアップしましょうってね。そうすると何がいいかって言ったら、お客2人まで来るんですね。こういう迷いようことあるわけですけども、そうしたら興奮度がグッと上がるっていうことなので、ここも完全に個人でみんな自由自在にやってくれっていうんですね。ここまでの順番取り、2周だけでやるみんなの取り合い、こっからは完全に自由ですよ。そうして出来上がったこのテーマパーク、ここのところはさっき言ったように自分の興奮度に合わせて運なんですよ。もうね、あー黄色が全部来た、これですよ。この流れと落差そのものがこのダイナソーアイランドの魅力なんですよね。すごい全員でガチガチしながら遺伝子を取って、どの協力をやるかっていうのを計画し、二巡のたった2回のくるくる1回ずつそれぞれ取るところに、どの設備が取れた、どの専門スタッフが取れた、どの新しいテーマパークのやつが取れたっていうのをやって一喜一憂し、ここは完全に誰にも邪魔されないパズルですね。くる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 ってやったら、あとはこれを引くのは運ですよと。ここでお金と収入と VP 決まっちゃいますからね、というですね、ここの落差がこのゲームの非常な魅力なんですよね。
もう2つあります。実はこれ興奮レベル上がっていくと実は同時にこの脅威レベルも上がります。この遺伝子のね買い残しによっても上がるんですけども、でこっちが警備レベルなんですね。警備レベルが実は上げることもできるんですけども、この辺でねこの工作台とかでできるわけですが、警備レベルが足らないっていう状態になると、せっかく来たお客さんが食われます、食われます、ペナルティを被ります。なので必ず恐竜レベルどん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 上がります。なんだら恐竜はどん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 こう入れたいし、誰かが買い残した、実はサイコロにここにドットがありますよね。これによって恐竜レベル勝手に上がるわけなんですけども、それがほっとくと上がってしまうので、このせっかく来たお客さんが食われちゃうっていうことがあるので、警備は常に上昇しておかないかんっていう、このここを本当はやりたいだけなのに、いやーダメだ、うち警備が甘すぎてお客来ても食われるわなんていうことがある。ここも考えなくちゃいかんということで、最後のもう一つ、さっきからずっとここにありますけども、特別ルールっていうのがあるんですね。私が今まで喋った順番に 1,2,3 っていうのを好きな順で置く、それを全員3周すればなくなっちゃいますからね。ちなみにこれ拡張セットが入るとこれ4個持ってる人とかあるので、そもそも手番の回数が違ったりしますが、まあ、これをやる、ここは2周する、ここは勝手に自分でやってください、ここはもう自分とこの興奮度に応じてドローするって言いましたが、これを変えるルールがここにあるんですね。でこの中からゲーム開始時に一定枚数出てるんですね。でこれによってですね、もうゲーム全然違うんですね。例えばこれ、はい、各ラウンドの終了時に上級の遺伝子が各自好きなものを1個くれるとかね、勝手にくれるのみたいなね、上級遺伝子めっちゃレアなのに勝手にくれたりするわけですよね。でさらにこちらですね、はい、ドン、ダイス置き場にですねもう何個か置けって書いてあるんですね。つまりプレイ人数によりますけど、これを選ぶ幅が広くなるとか、ゲームのですね流れと雰囲気を非常に変えるものがここに入ってるんですね。特別ルールっていう、これが毎回何が出るかによって、すごい点数の大きい最終目標カードをどれ取るかによってゲームの流れガラーッと変わるんですね。ここがこのダイナソーアイランドの大きい魅力じゃないかなと思います。個人的にはですね、全体的にこれ非常に良くなったと思っていて、日本語版も私プレイしました、英語版も私プレイしましたなんですけども、非常に日本語版良かったです。というのは結構文字多いんですね、それぞれのところね、結構文字を書いてあるし、この辺も結構言語依存あるんですね。それなりに大きい文字で書いてくれてるんで、老眼の人間でもかなり読めます。あっちこっち見ないといけないので、日本語版の方が圧倒的にプレイしやすくなっていて、これは面白いと思います。しかも途中の言いました、本当にこれを置くだけ、これ見たらねもうゾッとするようなルール見えると思いますけど、これを順番に遺伝子か恐竜か、このレベルアップするやつか、ワーカーを増やすやつかっていうところに置いてパスするかっていう、この4択を3個順々に置いていく、そしてスタートプレイヤーから1順ずつこれを2回、設備を買う、遺伝子を買う、テーマパークを買う、専門家を雇うっていうのを、もちろんお金ないダメですよっていうのを2周する、あとはワーカーを組む、そしてここでお客さんを呼び込むっていうのを順々にやるだけっていう、やってみれば実にシンプルな流れ、そしてここまでの綿密さと、ここの運の要素っていう、この落差っていうところで、非常にこのダイナソーアイランドの面白さをね担保してるんじゃないかなと思います。まあね、やっぱりどうしてもこのここの引き具合によってね、これも運じゃねえかと、まあそれはつまらんわという人もいるかもしれません。ただそこがあっての揺らぎだったり、やっぱりですね、この専門家カードの中です、こいつらの中でやっぱ強いカード、強カードっていうのはあります。その時に割と手番の関係で安いやつがパッと買えたりするわけあるとはですね、まあそれはしゃあないということも結構ねごとに違いますからね、あるんですけども、そこのまあ運も含めてこのゲームを楽しめるといいんじゃないかなと思います。非常によく雰囲気出てて、ぐん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 共有レベル上がるし、後半だったら笑っちゃうぐらいお客さん来るけど、ものすごい食われそうになるし、遺伝子は欲しいしっていうところの掛け合いっていうのがダイナソーアイランド面白くなってるんじゃないかなと思います。特にこの日本語版の方がおすすめです。はい、というわけでこちらですね、ダイナソーアイランド第2版をご紹介いたしました。まあ途中見ました通りね、私結構これ気に入ってるんですね。特にやっぱこう日本語版になって、まあ、全体本当にね当たり前のことですけど、見通しが良くなって分かりやすくなったっていうのね、非常にプレイしやすかったですね。で一見本当にごちゃごちゃに見えるんだけど、 1,2,3 っていうタイルを置いていくだけ、2周するだけ、その後は自分で、最後は運っていうね、この4つのリズムがうまくできてるんですね。途中言いませんでしたけど、毎回のスタートプレイヤーどうなるかっていうと、点数が少ないプレイヤーから決まったりするんですよね。なので、ああここで目標達成しちゃいかん、これは点数が上がっちまうなとかね、
あでも達成されちゃった俺も入れねえやとかやっぱあるときね、この辺の面白い駆け引きっていうのも含めて全体よくできてるなという感じでございました。ただまあ若干アートワークはね好き嫌いは出るかもしれません。あともう一個だけ拡張セットが出てるんですね、ダイナソーアイランドでね。拡張セット入れるとねもっといいんですよね。なんだけどそれ日本語版が残念ながら出ていないので、そちらの方の日本語版の方はアークラさんの方ね、ぜひぜひ出していただきたいななんていうふうに思いますね。はい、というわけで今回ですね、ダイナソーアイランド第2版をご紹介いたしました。ザゲムチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですねプレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。